MT テ,テンペラはフィンランドのアフラマックスタンカー、最強タンカーである。フィンランドのクバルネルマサ社が考案したダブルアクティング方式を採用している。住友重機械工業建造2002年9月にフィンランドのフォートムオイルガス社に引き渡され、ロシア原油をフィンランドや他の欧州諸国へ運ぶ役目を担っている。船体構造には境界域で最高のグレードである。 アイスクラス 1A スーパー仕様及び実際の運行期間を超える40年疲労構造仕様を採用、また機器の徹底した多重安全性や高度な集中制御システムにより高いレベルでの信頼性と安全性を確保している。氷が厚く張る、厳冬期においても他の氷海タンカーが航行できない、航路でも自力で航海可能なため、稼働率が極めて高い。 また原油タンカーとしてだけでなく、再氷船としても大活躍をしている。日本造船学会のシップ・オブ・ザ・イヤー2002を受賞した。通常の再氷船では船首を後輪に乗り上げて割るのに、適した形状としている代わりに増波抵抗が大きい。そのため運航の大半を占める、通常の海域では非効率な運航とならざるを得なかった。 ダブルアクティング方式ではこの問題を解決するため全更新療法に進めるようにし通常の海域では推進性能に優れる選手を前に全身航行を行い船尾を祭表に最適な形状として氷海航行時には更新で進むことにより常に効率的な運行を可能とする考え方で建造された氷海航行時には通常航海以上の出力を 必要とするため、更新時にも推進機は100%の出力が出るものでなければならない。このために360度旋回可能でどの方向にでも100%の出力を得られるポット型推進機を採用している。同型船のマステラ北海シェトランド諸島付近海底油田から北海を南下、スカンジナビア半島とデンマークの間のスカゲラク海峡を通り、 南下して、シェラン島南のストア海峡、フェーマルンベルト海峡を経て、北上、バルト海に入り、トゥルク近郊の南ーにまで通年で原油を運ぶ。冬のスカゲラク海峡から、バルト海にかけては氷結する。ありがとうございます。